本日ラストステージを迎えます。せっかくですので少しお話ししませんか。ありがとうございます。ありがとうございます。まず私からちょっとバンドメンバーもう一人いますよ。はい、私から紹介させていただきます。そしてその会場にいらっしゃったお客様にとっても心に残る思い出となりました。ありがとうございました。そして今日ラストステージを迎えるということで、このような形ですが最後に携わることができて私はとても幸運に思います。ありがとうございます。ありがとうございます。小池さん、今いろいろな思いが込み上げていると思いますが、会場の皆さんにお願いいたします。今日は、私ジャムのクリスマスライブにお越しいただきありがとうございます。今の率直な気持ちというと、今日が引退の日なんですけれども、正直全然実感がないと言いますか、またいつでもこのステージで歌えるんじゃないかっていう気持ちがすごく大きくて、でも私よりもそこにいるメンバーだったり、インフラガールの子たちが小池さんとあと何日踊れるとか、あと何日歌えるとか、そういうのを毎日言ってくれて、それでなんか少しずつ私もあと何日でみたいなんだなという気持ちになってしまっています。残りもうすぐクリスマスライブも終わってしまうんですけれども、最後まで楽しく皆さんと一緒に盛り上げていただいけたらいいなと思っております。最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1曲目はターナーです。